ヨセミテ渓谷はアメリカ合衆国カリフォルニア州シエラネーバダ山脈西側斜面のヨセミテ国立公園にある氷河の作用でできた渓谷である。長さは約8マイル、深さは最大1マイル、ハーフドームやエルキャピタンといった高い花崗岩の頂に囲まれ、松がうっそうと茂っている。渓谷の水はマーセド川やテナヤ、イリルエット、ヨセミテ、ブライダルベールの各クリークなど多くの水流に流れている。これらのクリークは、ブライダルベール滝など、カリフォルニア州で最大クラスの高さの滝を形成している。ヨセミテ渓谷はその自然美で知られ、ヨセミテ国立公園の中心的存在として、世界中からの観光客を引きつけている。観光シーズンには、様々な活動の中心となり、その中心には、各種観光施設が集まっている。渓谷の中でを周回するトレイルやより標高の高い地点に至るトレイルヘッドがあり、それらはすべて国立公園内の多くの景観を垣間見させてくれる。ヨセミテ渓谷地図。ヨセミテ渓谷はシエラネーバダ山脈の西側斜面にある。サンフランシスコ市から真東に150マイルの位置にある。ほぼ東西方向に 7.5 マイル伸びており、幅は約1マイルある。冬の日没のセンティネルロック。ヨセミテ渓谷は国立公園の面積のほんの 1% を占めるに過ぎないが、観光客のほとんどがここを訪れ、また滞在する。谷底は標高4000フィートにあり、そこから3000ないし4000フィート立ち上がる、花崗岩の崖頂部にある、渓谷から6本以上のクリークが流れ落ちている。これらの水流はマーセド川に集まり、渓谷の西端から出ていき、キャニオンの残りを振ってサンホアキンバレーに出る。ヨセミテ渓谷の平坦な谷底には森林と大きく開けた草原があり、周りの峰や滝と共に息を飲む美しさを作っている。ヨセミテ渓谷を訪れる観光客がまず目にするのはトンネルビューである。国立公園局がアーティストポイントと名付けた観測点から、多くの絵画が制作された。渓谷の低生端からの眺めは左に巨大な花崗岩のモノリスであるエルキャピタン、右手にカシードラルロックスとブライダルベール滝がある。この地点を過ぎると急に広がってカシードラルスパイアーズとなり、さらに南にセンティネルロックの尖ったオベリスクがある。渓谷の北側にはスリーブラザーズが同じ角度で作られた切妻のように一つまた一つと積み上げられ、最も高いのがイーグルピーク、下の二つはミドルブラザーとロワーブラザーと呼ばれている。ヨセミテ渓谷のパノラマ、右上がハーフドーム。この地点から渓谷はゆるりと左にカーブし、北に向く。ここから大きなカーブを描いて、右に触れ、北面にはヨセミテ滝があり、続いてロイヤルアーチ、その上がノースドームとなる。反対側の南にはグレーシャーポイントがあり、谷底より3200フィート立ち上がっている。この地点から渓谷は2つに分かれ、1つは斜めに北東へ、もう1つは南から南東にカーブする。この2つの間、渓谷の東端にハーフドームがあり、シエラネバダ山脈の中でも最も有名で最も認識されている自然の地形である。ハーフドームの上、北東には標高9926フィートのクラウズレストがあり、ヨセミテ渓谷周辺では最高地点である。シエラネバダ山脈雪解け水がクリークと湖を形成している。ヨセミテ渓谷周辺ではこれらクリークが渓谷の端に流れて瀑布と小滝になっている。多くのクリークとマーセド川の支流がシエラネーバダ山脈の水を集め、マーセド港に入っている。そこからマーセド川が谷を流れ降り、ジャイアントステアケースと呼ばれるものを始める。最初の段差は、落差594フィートのネバダ滝であり、その下の花崗岩の斜面に跳ね返る。その次は、落差317フィートのバーナル滝であり、この渓谷でも最大級に美しい滝である。その後急流を下って、イリルエットクリークと合流し、イリルエット滝を形成する。それぞれの流れを含む峡谷の底で合わさり、ハッピーアイルズを回って、ヨセミテ渓谷の東端で、テナヤクリークと合流する。テナヤクリークは、テナヤ湖から南西に流れて、テナヤキャニオンを降り、ハーフドームとノースドームの間を流れてマーセド川に合流する。下記の滝は、渓谷の縁から落ちて様々な地点で合流している。冬のヨセミテ滝とハーフドームエルキャピタンの新西岸から形成されたスリーブラザーズヨセミテ渓谷の地形は、白亜紀後期に数マイルの深さにできた新西岸として形成された花崗岩でできている。シエラネーバダ山脈が長い間に隆起し、この岩を表面に露出させ浸食を受けた。これら花崗岩の中で最古のものは1億1400万年前のものであり、渓谷の西、マーセド川峡谷に見られる。エルキャピタンの新西岸が渓谷に貫入し、カシードラルロックス、スリーブラザーズ、エルキャピタンなど、渓谷の中心を作り上げている花崗岩の大半を形成した。最も新しい新西岸では、8700万年前のハーフドーム花崗戦力岩であり、グレーシャーポイント、ロイヤルアーチーズ、ハーフドームなどの大半を作っている。グレーシャーポイントから見たハーフドーム過去3000万年間、氷河が周期的に渓谷の大半を満たした。最近の氷河であるウィスコンシン氷河は厳しいものではなかった。ウィスコンシン氷河に先立つ氷河期は寒く、期間が長かった。その氷は巨大であり、ヨセミテ渓谷の特徴ある地形のほとんどすべてを覆っていたが、ハーフドーム、イーグルピーク、センティネルドーム、及びエルキャピタンの頂部だけが例外だった。しかし、ウィスコンシン氷河は、ブライダルベール滝まで達しただけだった。氷河が谷を広げたが、実際にその幅の多くは、谷の壁にある垂直な節理に沿って、浸食と物質移動が起こったことによるものである。これら氷河の多くが後退した後、ヨセミテ湖の水路が作られた。渓谷床面の平坦さはこれら水路によって運ばれた堆積物によっている。ヨセミテ湖の最後の水路は長さ約 5.5 マイルあり、エルキャピタンの麓に近いモレーンによって水が蓄えられている。そこが後に堆積物で埋められ、沼のある草原に変わった。並行している。テナヤキャニオンとリトルヨセミテキャニオンの氷河は、最大の時に2000フィートの深さがあり、ハーフドームの麓近くで、ヨセミテ渓谷に流れ込んだ。それらが、ハーフドームの後ろにある、クラウズレストを尾根として作り上げた。グレーシャーポイントの近くに、ヨセミテ湖の堆積物が少なくとも6回は、積み上げられた、氷河性堆積層2500フィートがある。ここでは巨大で浸食性の強かったウィスコンシン氷河が谷の床に穴を開け、より小さなウィスコンシン氷河が氷河性礫を堆積させた。ステラーカケスヨセミテ渓谷底部の生物社会は多様であり、400種以上の野草と数千種の昆虫が確認されている。一般的な水準では乾燥した松の森に多くの開けた草原があるものに分類される。下記の動植物が多く見られる。ミストトレイル、バーナル滝のミストを受けるところハーフドーム、マルグリット・ゾラックが、ブルックリン美術館像ヨセミテ渓谷の近代史は、人類の訪問者、最初のインディアン、続いてヨーロッパ人開拓者、さらに世界中からの観光客の歴史である。インディアンは、ヨセミテ地域に8000年間は住んでいた。記録のある、最初の人類はこの渓谷をアーワーニー、自らをアーワーニーチーと呼んだインディアンのバンドだった。このバンドはシエラネバダ山脈の東側に住むモノコのパイユート族と交易し、家族の結びつきがあった。彼らは毎年渓谷の底部で植生を燃やし、それでブラックオークを育て、草原や森を開かれた状態に保った。このことで、その主要食材であるどんぐりを守り、危険性を減らした。ヨーロッパ人が最初に接触した時、このバンドはテナヤ酋長が率いており、この酋長はモノコ・パイユート族の中で母に育てられていた。インディアン以外でヨセミテ渓谷を最初に見た者は、おそらく1833年のジョセフ・ウォーカー隊のメンバーであり、この隊が初めてシエラネバダ山脈を東から西に越えた。しかし、ヨセミテについて最初に文献に残したのはそれから20年近く後だった。1849年のカリフォルニアゴールドラッシュによって鉱山主とインディアンの間に紛争が起こり、カリフォルニア州はヨセミテ地域のインディアンに対して懲罰目的で志願兵によるマリポサ大隊を結成した。1851年、この大隊はジェームズ・D・サベージ少佐が率いた。サベージはマーセド川沿いにあったその交易基地をアワーニーチーに襲撃されていた。この時と他の任務により、テナヤ州長とアワーニーチーはサンホアキンバレーの保留地で数ヶ月を過ごすことになった。このバンドが翌年渓谷に戻ったが、鉱山主たちと紛争が持ち上がった後で、モノコパイユート族の中に隠れた。アワーニーチーの大半は、馬を盗むことで恩をあだで返した後、パイユート族に渓谷に追い返され、殺された。マリポサ大隊最初の遠征隊のメンバーがマーセド、川上流で見られたことの噂を聞いてはいたが、1851年3月27日に、現在オールドインスピレーションポイントと呼ばれる場所から見たものについて何の準備もしていなかった。ラファイエット・バネル博士は次のように記していた。この集団はその夜、渓谷底部で宿営し、バネル博士がこの地をヨセミテイと呼ぶという提案に同意した。しかしこれはインディアンの名前だと誤って信じていたものだった。バネルは渓谷の壁の高さを過小に評価した人々の中でも最初のものだった。サンフランシスコの新聞が崖の円の高さが1500フィートと主張したバネルの証言をさらに下げるように要求し、すでに半分以下になっていた数字をさらに下げて掲載した。ヨセミテ渓谷の最初の絵、トマス・エアーズが1855年、ジェームズ・ハッチングスが1855年に、ヨセミテ渓谷への初の観光隊を編成し、画家のトマス・エアーズがヨセミテに関する初期の広告の大半を制作した。ハッチングスはヨセミテ渓谷に関する記事を制作し、雑誌一冊を発行した。エアーズの非常に詳細で、ある意味で芸術的に誇張した作品と紀行文が全国に配布され、ニューヨーク市ではその絵の展覧会が開催された。ハッチングスが組織した最初の観光隊の中で、ミルトンマンとヒューストンマンが渓谷への最初の有料道路を建設し、地域最初のホテルが建設されると、その他のトレイルの建設が続いた。渓谷の草原では果樹園が作られ、家畜が草をはんだので、その結果は原始生態系にとっては障害となった。エアーズの作品が東部人のヨセミテ渓谷に関する認識を与え、保存のための動きが始まった。ガレン・クラーク、牧師のトマス・スター・キング、及びランドスケープアーキテクトのフレデリック・ロー・ウォルムステッドなど影響力ある人物が、カリフォルニア州のジョン・コネス上院議員を動かし、ヨセミテを保護させるようにした。ビッグツリーグローブに立つ、ガレン・クラーク・エブラハム・リンカーン大統領は1864年6月30日に、ヨセミテ渓谷とジャイアントセコイアのあるマリポサグローブをカリフォルニア州が公的に使い、リゾートとリクリエーションの場とし、この二つの土地を永久に譲渡されないことを認める法案に署名した。これは連邦政府が景観の良い場所を保護のためだけにとっておき、人民すべてが楽しむことを認めたことで、歴史上初めてのことになった。地域を公園として指定するだけでは、そこを保護するために十分ではなかった。カリフォルニア州がこの公園の管理に取り掛かったのは1866年になってからであり、ガレン・クラークを公園の管理人に指名した。その後の11年間は、渓谷の中の土地を自家の土地とする主張との争いに費やされた。観光客の増加に対応し、最初の駅馬車道、さらには、ヨセミテ渓谷鉄道を建設する需要があり、渓谷内外のホテルなど施設が作られたのが19世紀の残り期間だった。しかし同時に、渓谷自体に対する環境破壊が起こった。ヨセミテ公園が州の管理下にあった時の問題が、1872年に初の完全な国立公園として、イエローストーン国立公園を設立する時の要因の一つだった。渓谷に行く時の難しさゆえに、初期の観光客は数週間から数ヶ月を要し、家族全員が多くの所持品を持ってきていた。それゆえに、初期のホテルは長期間下を離れて滞在できる裕福な顧客が滞在し接遇されるように作られていた。1880年代に建設されたこのようなホテルの一つ、ワオナホテルが現在も営業している。ヨセミテ渓谷が公園になった後、周辺の領域はまだ製材、工業、放牧の対象になっていた。ジョン・ミューアは、渓谷を取り囲む準鉱山草原に与えた損傷を公表し、1890年に政府はヨセミテ渓谷とマリポサグローブを囲むかなり広い範囲を国立公園として創設した。イエローストーン国立公園と同様に、新しい連邦政府の公園は1914年までアメリカ陸軍の管轄下にあった。1906年、カリフォルニア州は、ヨセミテ渓谷とマリポサグローブを連邦政府に移譲した。国立公園局が1916年に設立され、ヨセミテの管理を引き継いだ。ヨセミテ渓谷はアメリカ合衆国歴史地区とカリフォルニア州歴史的ランドマークに登録されている。国立公園局の創設後、多くのホテルオーナーがそれぞれ営業権契約を結んだ。ヨセミテ公園会社がヨセミテイロッジを建設し、ヨセミテビレッジが独自の商人集団を抱えている。当初あったホテルの多くは火事で焼失し、営業権所有者が出入りしていたが、国立公園局が一つの営業権契約のみとするために二つの大手会社に合併を強いた。1925年、二つの家族経営の会社がヨセミテ公園と借り会社となり、会社の本部として、アーワーニーホテルを建設して運営し、ブレースブリッジディナーなど多くの伝統を作ってきた。カリービレッジは村人と観光客が有名なヨセミテファイアフォールを見学した場所である。この火の滝はグレーシャーポイントから灼熱した石炭柄を落としたものだった。国立公園局が1969年に人工的な呼び物を止めさせようと長く努力したことの一部として、この行事を止めさせた。1996年7月6日、グレーシャーポイントの東表から谷に、推計6万ないし8万トンの地滑りが発生し、1800フィートを落下して時速160マイル以上になった。土ぼこりが何日も渓谷の一部を覆い、地滑り全面の風速は、時速300マイルになったと推計された。この地滑りで一人が亡くなった。ヨセミテは今、世界のロッククライミングのメッカになっている。花崗岩の巨大な壁は1950年代以降、数えきれないほど登攀されており、クライマーを新しい高さに挑戦させている。昔のクライマーはモノリスに登るために、岩面でビバークして数日を使っていたが、現代のクライマーは、登攀技術の向上もあって、数時間で登ることができる。多くのクライマーは、ビッグウォール登攀の前にキャンプ4と呼ばれる、キャンプ地に泊まる。ハーフドームの姿は、カリフォルニア州4分の1ドル硬貨の裏面デザインに使われている。グレーシャーポイントから見た、ハーフドームを含むヨセミテ渓谷のパノラマ。ありがとうございます。